ここは常磐ハイウェイです。ただいま友達と3年前イギリスの方に行ってきました。その頃はコロナがスタートでもう行けないかなと思ったんですが、やっと下火になり旅行に行くことができるようになりました。一路大洗港の方に向かっています。そこからフェリーに乗り北海道の方に向かっていきたいと思います。楽しみです。行ってきます。大洗港出てきました。はい、ここを右折します。文化センター前という交差点ですね。ここを右折します。駐車場というところ、ここの大洗港フェリーターミナルで手続きを進めていきます。ここ入っていきます。ではここで検温した後受付の方に行きます。はい、乗船手続きのご案内ということで受付窓口がここにあります。トラックドライバー一般のお客様ということですね。ここに入ります。こちらです。乗船手続きを進む。アクセスキーをご入力いただく。ここで予約番号とアクセスキーを入力ということですね。はい、ここで車検証が必要なわけですね。車検証を読み取ってくださいということですね。細かい作業がここで必要になってきます。機械によるチケット購入と窓口によるチケット購入と2箇所ありますね。こんな形で自分はお好きな方を選んでください。ハロー everyone、 見てください、フェリーです。これに乗って北海道まで行きます。今日はこの後車とともにあの入り口から船に乗ります。そして20時間かけて駒込まで行きます。その後1週間楽しんでいきたいと思ってます。このフェリーとっても楽しみです。それでは行きましょう。レッツゴー。入り口から待合室ロビーの方に上がっていきます。2階になります。こんな感じで上に上がっていきますね。はい、乗船口になります。駒込まい行きという乗船口になります。こちらに進んでいきます。どう見せます。はい、お願いします。はい、このチケットを今見せました。はい、こんな感じです。あ、すいません、これです。どっちですか。お客様、お部屋6階でございます。はい、6階ですね。じゃあ6階は上ですか。はい、よろしくお願いします。ここが6階の部屋ということです。部屋番号が 6S ということですね。あ、なんかすごい広々としていい感じですね。こんな感じです。 6S、 はい、ここにありますね。 6S01 から 6S09 ということですので、ここに入っていきます。 6S09、 ここが部屋ですね。ここに入りたいと思います。はい、ここでさ、カードキー挿します。はい、こんな感じですね。片方はちょっと小さくて片方はちょっと大きいですかね。こんな感じになっています。はい、ここでゆっくりしていきたいと思います。ここは6階ロビーですね。こんな感じでこの場所にはレストランもあります。ロビーの横ではこんな風に座りながら外を見ることもできます。現在は暗いので外は全く見えませんね。いやー、風がすごい寒い。こんな風が、これがないともう飛ばされます。気持ちいい朝です。おはようございます。いよいよ2日目になりました。見てください、この景色最高でしょう。いやー、意外とフェリーって速いんですね。スピードが結構出てます。もう気持ちがいいですね。いや、向こうは本州、多分東北地方だと思います。岩手県あたりでしょうか。リアス式海岸なんでしょうね。もう山になっています。海岸線がとっても綺麗ですね。ぜひ見てください。いや、素晴らしい、いい天気になりました。今日も北海道楽しみにしています。美しい海岸線が見えますね。いやー、いいですね。朝食の時間になりました。このベッド、とっても気持ちよく寝れました。
一日中マッサージをしているように振動してました。多分エンジン音だと思いますが、一日中マッサージに揺られながらぐっすりと眠ることができました。見てください、このお弁当。このお弁当を友達の奥様に作っていただきました。いやもう可愛らしい、なんか卵やらおしんこやら、もう色は鮮やかに作っていただきました。おにぎり、これが朝食です。それにこのおかずも見てください。トマト、ちくわ、卵、これは何でしょうか、海藻ですかね。これもお肉ということで、もうこれも心こもったお弁当になりました。楽しい旅ができそうです。本当にありがとうございました。今からいただきます。いただいてみます。いやー美味しそう、いい香り。いただきます。あちゃちゃ、美味しい。ちゃんと酢味が出てますね。バッチリです。ごちそうさまです。いただきます。この波を見てください。素晴らしいです。ただとても強い風なので、飛ばされそうです。北海道が近づいてきました。フェリーの上は強風です。飛ばされそうです。でも楽しいです。フェリーから外に出ます。動き出しました。どんな感じなんでしょうか。初めてフェリーを乗ったので楽しみです。苫小牧港を出発して一路ニセコ方面に向かっていきます。お腹が空いたので、ランチタイムです。ただいま2時24分、ウトナイ湖の道の駅というところに美味しい海鮮丼があるらしいです。行ってみたいと思います。はい、道の駅ウトナイ湖交流センター、道の駅ですね、来てみました。ここですね、海鮮パークというふうに書いてあります。ここが美味しいということのようですね。行ってみましょう。はい、ここに海鮮パークがありました。さあどれでしょうか。すいません、ここのおすすめは何でしょうか。こんなのあるよ。あ、すごいですね、これでかい。何これ、たらこにぎり。うわーすごいすごい。隠れた名物。隠れた名物か、すごいですね。このたらこおにぎり超美味しそうですね。めっちゃうまい。350円安いですね。安い安い。この値段でたらこだけでも買えないよ。そうですね。これ食べる？これが全種類入ってるの。あ、じゃあこれとこれでいい。うん、うん、じゃあこれとこれ。これとこれ。はい。それではいただきます。うん、うん、味噌汁も美味しい。しめ鯖ですかね。うん、美味しいです。食事も終わり、コーヒータイムということで、いただいてます。美味しいです。食べきれませんでしたので今日夜食べたいと思います。太郎商店というお店があったのでちょっと寄ってみました。えびせん柵と書いてあって、ちょっと美味しそうだなということで、頼んでみました。揚げたて欲しいと言ったら今揚げてくれてます。とっても優しい人ですね。ありがとうございます。美味しそうですね。すいません、車の中で食べます。ありがとうございます。超優しいですね。もう大サービスしてくれそうそうです。ありがとうございます。すいません、すいません、ありがとうございます。いただきます。見てください、羊蹄山です。蝦夷富士と言われている羊蹄山、とっても美しいですね。まるで富士山ですね。いやあまりの美しさについ止まってしまいました。北海道をドライブしながらとっても美しい富士山、羊蹄山が見えました。素晴らしいです。みんなに案内します。ぜひ、楽しんでください。いやー綺麗ですね。レストランからの眺めがこんな感じです。いやー素晴らしい。
おはようございます。いやこのレストランとっても素敵です。ちょっと周りを見てみてください。こんな感じです。なんかもう外国ですね。もうこんな感じですごいおしゃれな感じのレストランです。周りも外もすごく景色がいいです。ちょっと雲がかかってますが、とっても景色のいい場所ですね。ご飯も見てください。こんな感じです。もういっぱい取ってしまいましたが、全部食べきれるかどうか分かりませんけど、食べてみたいと思います。もうお腹空いてます。いただきます。それから卵もちょっといただいてみたいと思います。味そんなしょっぱくありません。ちょっと日本人向きには最高かと思います。これから全部いただいていきます。